どうもメリッサです。今回はワールドスターセレクションが登場となったので、こちらのガチャを60連引いていきたいと思います。今年大活躍の打者大谷選手の能力変動があるのかあるのかと言われている中で、今回パワープラス2、走力プラス2での登場となりましたね。それ以外は何も変わらずといった感じです。まあこれをどう捉えるかですよね。もっと能力上がっていいんじゃないかっていう意見もあると思いますし、特殊能力が変わってもいいんじゃないかという意見もあると思うんですけど、個人的にもう能力があまり変わらずとも大谷選手は欲しいなと思っております。なんて言ったってね、まあ元々高いミートパワー A にアーチスト、しかも超広角打法アーチストを持ってるということで、もう打者としてはねもう申し分ないんですよ。マジで最強。守備がね若干不安なとこではあるので、代打専門もしくは DH 専門、ピッチャー大谷投手との兼ね合いで起用しづらい部分ではあるんですけど、まあそれ以上にもロマンがある。マジで強い。本当に強い。ああもう欲しいですね。はい、このね顔がいいですね、マジで。うん、俺写真大好き。こういうねもう凛々しいよね、マジで。日本のスターって感じがする。スター。はい、走力も上がってるんですよね。大谷選手史上初、走力 A を狙える大谷投手、ミートパワー走力もう全てが高い大谷翔平選手、ガチャで狙っていきたいと思います。続きまして菊池雄星投手なんですけど、いや菊池雄星投手も申し分ないぐらい能力が高いんですけど、いやもうちょっと大谷選手と比べちゃうと若干ちょっとリアタイ的には劣ってしまうかなと。まあこれはもう本当にしょうがない。うん、球種なんですけど、まあピッチャーで一番大事な球種の組み合わせなんですけど、いやここにねまあちょっとちょっとこれを言うのはどうかと思うんですけど、まあ、ツーシームがあればとかスプリットがあればと思ってしまうんですけど、タイピンチもないんですよね。まあこれじゃちょっとリアタイではあんま強くないかなとは思ってるんですけど、大谷選手じゃなくて菊池雄星が当たったとしてもちょっとリアタイでね使って動画にしたいと思っております。菊池雄星投手でもリアタイ輝くことができるぞというテイストのね動画を撮りたいと思ってますので、まあ、でも今回はでも大谷選手が欲しいですね、やっぱり。いや、ずっと欲しかったところではあるので、引けたらマジで嬉しいですね。はい、じゃあまず10連目の方引いていきたいと思います。いや、10連で大谷選手がバンと、ドンと出てきてくれたら、そこでガチャは終了したいかなって個人的に思っております。いや、大谷選手ね、A ランクもめちゃめちゃ貴重なんですよ。ピッチャーの方にもね、A ランクが使えるので、大谷投手の A ランク、とにかく欲しい。60連目まで沼ってもいいから A ランクもねザクザクよろしくお願いします。ということで菊池雄星選手はどんぐらい限界突破で、おお笑った、ナイス。あるんじゃない、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 うわーそっちかー。いや OK、 ナイス引き、ありがとうございます。1枚目から菊池雄星投手、いやーなるほど、どうせなら大谷選手で終わりたかった感もあるけど、やっぱ10連で終わっちゃね、ガチャ面白くねえから。ありがとうございます菊池雄星投手。いやこれはね動画に使いたいと思います。はい、唐川投手嬉しいですね、ここ。オッケー、マジでナイス。菊池雄星投手10連目からいただきました、ありがとうございます。はい、20連目の方やっていきたいと思います。いやなんと YouTuber らしい引き、うん素晴らしい、100点です。笑わないかな、笑ってくれ。あ、自チーム日本ハムに変えようか、笑え。いやーまあいいや、大谷選手の A ランクで30連目に大谷選手出そう。いや大谷選手個人的にゲットしたことないんですよ。そうゲットしたことないので、10枚目、 A でもいいよ。はい、いやーコルニエル投手はねでも結構リアタイでは強いので、嬉しいですね。165キロツーシームスプリット、まあめちゃめちゃ強いわ。うん、ありがとうございます。さあ30連目の方引いていきたいと思います。自チームは日本ハムに変えてきました。菊池雄星投手当てることができたんで、頼むよ大谷くん、本当に使いたいから。もう今年のね大谷選手の活躍はね、光んないか、大谷選手の活躍はねもう本当に感動したんで、はい、それをねガチャで狙わないわけにはいかないんで、はい、やばい。え、最後じゃあバッと当たってくれればいいんで、当たんねえか、いや当たんねえわ、やばい、いや嫌な予感する。これ大谷選手は 15% かな、はい、15% で大谷選手だと思います。はい、いや勝ち、いやー A ランクも来ないなー大谷投手の。おうわーマジ、いやーマジか、ありがとうございます。いやーちなみに山田哲人選手スピ解放してるんですけど、いやマジか、ちょっと待って、これはマジで迷う、継承するかどうか迷うな。いやーありがとうございます、でも嬉しいわ。え、こんな引きある
ってことで10枚目大谷選手したら来たらやばくないこれ10枚目来い。いやー住谷銀次郎、銀次郎選手か。いやーでもいいなちょっとマジでびっくりした。心の準備ができてなかった。この山田選手ね連発持ってるんですよ。ちょっと面白いな。いやーちょっと育成して使うかもしれないです。ありがとうございます。いやすごい引きだなマジで。さあ40連目の方を引いていきたいと思います。ちなみに前回のワールドスターセレクション筒香選手とダルビッシュ選手の登場となったわけなんですけど、筒香選手を2枚引いてね、はい、ちょっと嫌な予感がするというかね、うん、ちょっと入った。今回も筒香選手2枚欲しいな。さすがにね筒香選手の方が欲しい。いやーしんどいかな。でも今回引きは結構いいですね。 S ランク30連で3枚なんでかなりいい方。うん、正直山田哲人選手使おうかな。金久保選手、今永選手、安明選手。いや待って、ワールドスター入ってないってこのガチャマジで。いや嬉しいけどね、結構引きはいい。ありがとうございます。さあ50連目、そろそろ大谷選手が来てくれないとちょっとねさすがに頼むよ。うん、心が心が、ちょっと待って、大谷選手引けないのはマジで心痛いからお願いします。本当に、はいはい、上がれ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 。いやーしんどい。最後笑ってくれれば俺 OK よ。当たれ、当たんないか、当たんないよな。笑ってくれ笑ってくれ。いや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 まあいいや、60連でやっぱ 50% 引けるかどうかですね。はい、いや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 、大谷選手の映画マジで欲しい。いやー山田信義投手、いやーいやー最後まで来ちまったこれバットに当たんなかったら絶望だな。自チーム確定演出来い、頼む。これ自チーム日本ハムじゃない方が面白かったかな。ラスト60連目確定でございます。いやお願い、本当にかぶり2枚は本当にきついって。せっかくさ当たって。いやこれ本当にやばいかも。みんなもうごめん、あーもう大谷選手使いたかったよ。いやーお願いだって、頼む、使いたいって。マジ最強打者だから。リアタイ、あ来い来い来い。おーナイス、スピ解放用、ありがとうございます。スピ解放にも使うんでね。来い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 。いやーマジか、ガチかよ。いやこんなことある？まあいいや。いやでもこれ引いてよかったな、うん、マジでうっ隣の部屋で鳥が鳴いてら、うん、10枚目大谷選手来い、お願いします。大谷選手来い、よっしゃというわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。いや、最高の引きだわ、マジで。鉄と住谷銀次郎、聖夜大谷、で、菊池雄星選手。全部取れた、欲しいの。マジで。ということで、最後にね、大谷選手の即際動画を、くっつけて、この動画を終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日、大谷選手の動画出したいと思います。